こんにちは、末岡です。今回はですね、飛ばしたければヘッドスピードを上げるなという衝撃的なお話をしたいと思います。そう、今日はですね、飛ばすにはヘッドスピードを速くしなければならないと思っている人たちに衝撃の事実を知ってもらうための動画です。当然ですが、僕のところにもよくドライバーの飛距離を伸ばすにはどうしたらいいですかという質問がよく来ます。そして多くの人々はヘッドスピードを上げて速く振る努力をしなきゃいけないんじゃないかなと思っていると思います。確かに普通に考えたら飛ばすにはヘッドスピードが速くないといけないんじゃないかと思うのが自然ですよね。でも実際のところ手っ取り早い方法としてはヘッドスピードを速くする努力は必要ないんです。皆さんにも経験があるのではないでしょうか。コースで飛ばそうとして思いっきり振っているのに、いつもより飛ぶどころか全然思うように前に行かなかったりしているという経験をしたことがありますよね。僕も過去にはドライバーをもっと飛ばそうとしてブンブン振り回してヘッドスピードを上げるような練習をたくさんしていました。ただそのやり方そのものがかえって体を力ませてスムーズにヘッドが動かない原因になっていたのです。もし僕がこのことに気づかなかったら、ボールを飛ばしたい時には一生力むような打ち方をしていたと思います。ただ今日紹介することを徹底するだけで30ヤード以上今の体のポテンシャルで飛ばせるようになります。それどころか今までのように意識的にスピードを力んで上げるとかではなくて、力を抜いた状態で飛ばせるようになります。実際僕も今日紹介する方法に気づいたことで力まずにスイングできるようになり、飛距離が格段に安定して伸びるようになっていきましたし、僕だけでなく僕の受講生もこのような方法を紹介して体力トレーニングとかを特にすることなく飛距離をどんどん伸ばしています。ぜひ今回紹介する方法を自分のものにして飛距離アップを実現してもらいたいと思います。あと今日紹介する飛距離を伸ばす方法以外にもシンプルにスイングを作って再現性の高いゴルフをするための方法を配信していっているので、そういった動画をこれからも見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録、もっと具体的な方法を知りたい方は公式 LINE の方に登録しておいてもらえればと思います。まず順番としてはですね、一生懸命飛ばそうとしてスイングをするんですが、一生懸命飛ばそうとしてスイングすればするほど体のターンの後からクラブがついてくる形になって、どうしてもフェースが開いてしまうということが起こるんですね。これはこの体の使い方が悪いわけではないんですよ。なのに体の使い方が悪いせいでフェースが開いたっていうふうに考えて、ここを手先で直してしまうっていうところが出発点になってるわけですよね。本来の直し方としては、体のこのような使い方の中でフェースが開かない仕組みが作れないかというところが鍵になってきます。ということでですね、まずいきなり結論なんですが、ボールを飛ばすのにヘッドスピードを上げることより大事なことは、まずはクラブの芯に当てるということと、ボールをターゲットに対して包み込むように当てるということです。当然まあね、芯に当たってないと意味ないんで、まず芯に当てるってことが大前提で、なおかつターゲットに向かってボールを包み込むようにフェースを使っていくということになります。で、飛ばない理由としてですね、ほとんどのケースであるのがですね、ボールに当たるときにフェースが開いているっていうことが挙げられるんですね。で、右に弱い球が飛んでいくケースっていうのは非常に多いわけです。これはですね、ボールフェースが右に向くとですね、ロフトが増えてしまうんですね。ロフトが増えてしまうと、こうボールが右の方に擦れていくような現象が起こります。これはですね、この例えで伝わるかどうかわからないんですが、ピンボールのアームが少し遅れてきたとしたら、右に擦れてボールが飛んでいく感じですよね。これがロフトの上に乗っかるような形で滑るような現象が起こるので、特にボールが飛んでいかない感じになります。イメージとしてはこのようにですね、右へ擦れていくような感じになります。ゴルフクラブはクラブフェースがロフトがありますので、ロフトを駆け上がるような動きも含まれます。このエラーを起こしている人が非常に多いです。で、当然右に飛んでいるっていうのが分かりますから、今度はそれを左に飛ばそうとするんですね。で、頑張って振ってフェースが開いて右に行ってますから、フェースが開いてるのを左に向けようとするとですね、フェースを早めにリリースするってことを次にやり出すんですね。これはいわゆるそのアーリーリリースっていう状態なんですけど、どうしてもね、ボールが右に飛んでいると
これを手先でやるようになります。当然手先でやりますから、これがもし右に行かなかったとしても飛ばないですよね。ですからこの現象を行ったり来たりするっていうことで、結局どちらにせよボールが飛ばないということが起こるわけですね。でまずですね、このフェースが開いてる状態で当たってしまうっていうことをどうすべきかということなんですが、今頑張ってですね体をターンしてるヘッドがもし置いてけぼりになった時にフェースが開いていくようなスイングをしているということが多いわけですよね。この現象で特に見られるのがですね、左の手首が後側に折れて開いている人が多いです。こうなるとですね、体よりヘッドが遅れてきた時にはフェースが開くことが確定しちゃうんですね。ですからこれを解消するにはフェースの向きを正面に間に合わすようなことをやるようになるんですが、これが結局手先を使った動きになるので飛距離には反映してこないですよね。やはり飛ばすってことは体のターンがクラブヘッドの性能を使ってエネルギーがヘッドに伝わっていかないといけないわけです。そのような中でですね、また大事なことはボールを包み込むように当てていくってこと。包み込むように当てていくっていうのはどういう現象で飛ばしていくかっていうとですね、先ほどのようにフェースが開くとですね、ボールが上滑りしてですね、擦れてしまうわけですよね。で、擦れてしまうわないようにするにはですね、ロフトが増えたロフトを立てながら当てる必要があるんですね。ロフトを立てながらですから、方向性に関しては右から左に包み込むような要素が必要だし、ロフトに関しては、ロフトがたくさんついた状態からロフトを減らしていくような動きを両立させないといけないってことなんです。これを聞くとね、すごく難しいように思えるんですが、実はですね、ロフト、ゴルフクラブとロフトの関係はですね、フェースが開くとロフトが増えて、フェースが閉じるとロフトが減っていくっていう、こういう3次元でこういうことが起こるんで、実はですね、フェースを包み込むように使うだけでロフトも減らしながら使うことができます。なのでこの動きをインパクトに組み込んでいくということになりますよね。ただそこで障害になってくるのが、先ほど申し上げたような手首、左の手首が後側に曲がっているとフェースは開いたままで包み込む動きになってくれないんですね。でこの状態だとフェースを左に向けるにはさらに手首を使ってヘッドを早めに振るようなインパクトに間に合わせるような動きになっていっちゃうんです。じゃあどうすればいいかっていうとですね、やはりですね、体の使い方としては体のターンをしてヘッドが後ろから来てもなんとかボールを包み込める方法を考えなきゃいけないということですね。なので体が遅れたとしても捕まえるには左の手首が後側に曲がるのではなく、手のひら側に曲がりながらヘッドが遅れることで、フェースは体のターンとともに包み込むような流れが作られます。ここを使っていくのが大事ですよってことですよね。まあなんとなくちょっとやってみます。こういう感じ、こういう、ですので、体のターンによってボールが包み込まれる流れの中、なおかつロフトが多いロフトから小さいロフトに変化する中、ボールに当てられることでボールが遠くに飛ぶ要素になってきます。この要素が入りながらしっかり芯に当たっていけばですね、今まで以上に速くヘッドスピードを速くして振ろうとしなくてもちゃんとボールは捕まって前に飛んでいきます。ここをですね、獲得していきたいところですよね。体のターンが先行してヘッドが遅れてきたら、このように右に向きやすくなると思うんですが、その時にですね、左の手首が後側に折れてたらさらに右向いてしまうんですよね。で、現象としてはですね、左の手首が後側に折れている時に、フェースを左に向けることはできないんですよね。ですから、左手の手首が後側に折れている時は、捕まえるとしたらヘッドをこう早めにリリース、アーリーリリースして戻してくるしか方法がないということです。ここが折れている場合は。で、やはり飛距離を出すにはですね、体のターンをしてその後からヘッドが
ついてくるような流れで行きたいんですよね。そうすると体のパワーがちゃんとクラブに伝わっていくような感じになるんですけど、その場合ですね、フェースがちゃんとターゲットに向くとしたらですね、左の手首が手のひら側に折れている系統じゃないとターゲットに向いていかないんですよね、結局ね。ですからこの方法しかないということになります。これができると体のターンの方が先行してハンドファースト系でちゃんとボールが包み込めるような流れが自然にできてきます。これができるとですね、スムーズにボールが飛んでいくということになりそうですね。はい、それではですね、結局どうしたらいいかということをまとめていきたいと思うんですけれども、要するにですね、一生懸命振るとフェースが開いちゃう人が多いんだってことなんですよね。ただ結論としてはですね、その一生懸命振る体の使い方としては実はね、そんなに悪くないんだってことですよ。この一生懸命こうピュッと体を使ってこうヘッドをスピードを速くしようとする体先行の動きだったらそんなに悪くないんだけど、どうしてもその動きでフェースが開いて当たってしまって擦れてしまう人が多いんだってことですよね。で、擦れたものをまた違った方向で捕まえようとするから、捕まったとしてもボールが飛ばないっていうループに入ってるっていうお話をしました。ということはですね、体の使い方としては体のターンで一生懸命スピードを出そうという体の使い方の中でフェースがボールをターゲット方向にちゃんと包み込めるってことと、ロフトがその包み込む流れの中ロフトが減りながら当たるってことができてればいいんですよね。で、そのための必要な鍵としては左の手首の使い方ということになってきます。これがですね、左の甲側に曲げるということを入れないということが大事になってきます。ですから、まあ、もう最低でも左の手首はフラット、もしくは少し膨らんで左の手首が手のひら側に丸みを帯びている状態で振ってくるっていうことが大事になってきますよね。そうすると一生懸命振ってもフェースがターゲット側に向きながら体のターンとともにフェースの向きも包み込むような流れで動いてくれるということになります。ですからいつものポテンシャルでもボールが右に擦れずに捕まってくればボールはかなり前に行くようになります。流れとしてはですね、なるべく左の手首がフラットもしくは少し山折りの状態が作れるようにして、そのまま体のターンをスムーズにしていく、まあ、特に力む必要はありません、これができていれば。なのでもう体が頑張って振ってヘッドが置いてけぼりになってしまった時に、この状態下でフェースがちゃんとボールを包み込むには左の手首が甲側に折れていたら絶対にできないんですよ。ですから体のターンが体の求めに応じてスムーズにできる状態であれば、左の手首をフラットもしくは山折りに近い状態にして体を回すことができれば、ボールは普段のポテンシャルでもかなりボールを飛ばすことができるということですね。ちょっとやってみましょう。体のターンを体のターンをして、ヘッドが少し遅れてきたとしてもボールが包み込める形でスイングしていく。これを、まあ、これはいつもお話ししているスイングの種類で言えば裏スイング、後者のスイングということになりますね。ですので、まあ、このスイングについてまたこれからも詳しくお話はしていきたいと思っています。ご覧いただいているようにですね、見た目には特に極端なところはありません。体の背中側からクラブが来るようなインサイドから体の回転でボールを包み込むように捉えるには、左の手首が退屈している状態ではなかなか難しいということです。少なくとも手首がフラットな状態、もしくは小屈の状態にしてハンドファーストでインパクトをしてもボールが止まる状態をマスターしましょう。このチャンネルでは少しだけ難しめのことを解説しています。これまで初心者からシードプロまで大量の成功サンプルと大量のエラーを見てきたからこそ分かる上達のエッセンスをこのチャンネルではお伝えしています。今この動画を見て
理解できている時点でゴルフが上達していかないことはまずありえません。だから自信を持って取り組んでみてください。最近ありがたいことにたくさんの方が公式 LINE に登録いただいております。公式 LINE では普段このチャンネルで配信している内容をさらに少しだけ深掘りした内容を配信しています。特典動画のプレゼントもありますので、ぜひ公式 LINE に登録してみてください。ということで今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねを押していただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。